幼い頃、父と一緒に天光山を訪れたことがあります。あまりにも高い山でしたので、頂上にたどり着いた時には、足が棒のようになっていたことを今でも覚えています。今日、その思い出深い地を再び巡ることになるのですね。この険しい山道と流れる水を見てください。まるで桃源郷のようです。神女壁館の伝説がこの地で生まれたのもうなずけます。朦朧たる梵煙と満ちる仙煙。まごうことなく、ここは仙人たちが息づく地でしょう。運金がもうすぐやる劇って神女壁館なのか？ちょうど天光山で起きた出来事だなんて。これもきっと何かの縁だな。その神女壁館ってどんな話なんだ？ええ、これはとある少女が英雄になる物語です。英雄？おいら英雄のお話は大好きだぞ。これは天光山における最初の伝説でもあります。かつてこの地には栄えた村があったそうです。その村には特に仲のいい夫婦がいました。しかしある日、どこからともなく恐ろしい魔物が現れます。外で薬草を取っていた妻はその魔物にさらわれてしまいました。夫はその出来事に打ちひしがれ、心が病んでしまいます。魔物はとても傲慢でした。かの者は村人たちにこう告げます。死にたくなければ村の子供たちを差し出せと。なんて悪いやつなんだ。ちゃんと懲らしめてやらないと。しかしその魔物の力は強大でした。村人たちは恐怖のあまりその要求を飲まざるを得なかったのです。誰の子供を魔物に捧げるか、それを話し合っていた時、突如一人の少女が名乗りを上げます。その少女ってまさか。少女はふつまの剣を身に隠し、怯えたふりをしながら魔物の巣へと近づきました。そして勇敢にも立ち向かい、苦闘の末ついに魔物を退治したのです。その後、少女は優れた素質から仙人に引き取られ、幸せな結末を迎えます。ただ残念ながら仙人と人間には永遠の隔たりがあります。彼女が俗世に戻ることは二度とありませんでした。病病たるこの世、晴れゆく霧、これが神女壁館の最後です。なかなか面白い物語であった。ただ我が思うに、その少女は語られているほど勇敢なものではなかったように思う。もろ手を挙げて称賛するのはいささか賛同しにくい。そのように考えたことはありませんでした。劇を創作する際、その理解を深めるのと同時に物語の展開を考慮しなければなりません。ですので、必然的に実在する物語を改編する必要があります。この劇を父が書いた時、おそらく物語の核心である神女に脚色を加え、より多くの人々に感動を与えようと思ったのでしょう。ああ、でも良い物語であることには違いない。我が理想とするような物語だ。いい話を聞いたら、なんだかオイラもやる気が湧いてきたぞ。よし、オイラたちも頑張って再生鉄鋼を探そうぜ。Bye.
で十分だな。残りは非化石だけど。先ほど道すがらあたりを眺めていたところ、村が見えたような気がします。翔さんに現地の人に聞いてみるよう勧められましたし、訪ねてみてはいかがでしょう。大丈夫です。の見間違いじゃなかったみたいだな。おじさん、こんにちは。オイラたち聞きたいことがあるんだけど。あれ、聞こえなかったのかな。すみません、通りすがりのものですが、非化石に関してお伺いしてもよろしいでしょうか。うわ、村で手がかりを探すしかなさそうだな。しょうがない、あたりを見て回るか。新閣、恩金、探してみようぜ。すまない、先に行っていてくれ。我は彼と話がしたい。よいか、明春爺よ。お前は神格だ。神格、生きていたのか。まさかあの噂は本当だったと。今までお前は。すまない、非化石のありかを俺は知らん。だが村の記録に多少なりとも情報が残っているかもしれない。この村はとうに廃れている。訪れる人なんかいやしない。好きに調べても問題ないだろう。あれ、このおじさんと神格って知り合いだったのか。ありがとうございます。では私どもで調べさせていただきます。あの明春さんという方、特に神格さんへの悪意はなさそうでした。神格さんに危険が及ぶことはないでしょう。心配は無用だと思います。ああ、そうっぽいな。じゃあオイラたちは先に村の中を探させてもらおうぜ。数年前、師匠に内緒でこの地を一度だけ訪れたことがある。その時ここはすでに閑散としており、俗人しかいなかった。つながりのあった物や人は我から遠く離れていたのだ。それだけでなく、すれ違う人々は皆我を囲み仙人として崇めるようになった。我は仙人ではなく、この村で生まれたただの娘であると伝えても信じてくれる者はいなかった。誰一人とな。あの日、朽ちた家々を見て我は言葉を失った。この世とは広大で果てしない。どこへでも行けると思ったが、どこへ行けばいいのかなど考えても答えは出なかった。かなりの時が経ち、すべてが変わってしまった。実は前回ここを訪れた時、我は胸が締め付けられるような思いであった。だがこたびはなぜか
違うようだ。一人だといろいろと考えてしまうものだ。でも今回は友人と共に来たのだろう。ああ、我の友人だ。これは。The doctor said you were gravely ill. Don't worry, I will give everything I have to save you. My heart bleeds whenever I see you getting wearier. Your illness beyond treatment. How I wish I could suffer the pain for you. You said you had no regrets in this life and that you only wish for me to take good care of Shenhe. But you regret nothing. Why the tears?I don't know what I've been doing lately. Though I still breathe, I feel like an empty shell. I have read all the ancient texts I could get my hands on, looking for ways to save you, but it is utterly futile. I finally found it. It was Ming Jun. He had kept a book that could save you hidden. I took it and followed its instructions to summon a god and offer a sacrifice.The god appeared, so I told him that I was willing to exchange my life for yours. He kept silent and only pointed at our daughter, Shenhe. The god said her fate was to bear the curse of calamity and that she was prone to bring harm to those close to her. The god also said that she might even have been the cause of your death.In that case, I thought I should. I left her in a cave that the god mentioned. 3 days have passed, and still no news. I grow restless from waiting, seized by an ominous feeling. I am sorry, my love. Forgive me. You too, Shenhe. Please forgive me. How stupid I was. How blind. Let me apologize for both of you.In person.神格さん、あの方はもしかして劇に登場する神女なのでしょうか。よく考えてみますと、確かに彼女には仙人のような雰囲気があります。それに年齢も合致している。彼女と会話するとき道理で違和感があったわけです。もっと早くに気づくべきでした。そして、この記録から一つのことがわかります。劇に登場する神女は、冒頭に出てきた夫婦の娘のようです。彼女は自ら望んで名乗りを上げたのではなく、実の父親の手によって、魔物の生贄とされたのでしょう。はぁ。まさか、このような事実が隠されていたとは、実に悲しいことです。神女は、劇で語られるほど勇敢ではなかった、そう言っていたのにもこれで納得です。望んで危険に身をさらしたわけではないのですから。父が書いた神女壁画には修正が必要でしょう。これらを踏まえると、神格さんの父は秘術で神々を呼び出したのではなく、魔人の残骸からなる魔物をおびき寄せたようです。 A branch family of exorcists used to live in the caste of the village.
But in around 2 weeks, the mother died of disease. The young daughter went missing, and shortly after, the father hung himself on a tree in the yard of his own house. It has been confirmed that traces of an evil god's remains were found in the village. The villagers are panicking as no one is certain whether the evil god's remains are gone for good. Do be careful when you are in this area.亡き妻への執着が悲劇の引き金となり、そして真実を知らない村人たちは別の地へと移り住んだ。ここが廃村になったのもうなずけます。ただ、先ほどお会いした明春さんは新閣さんの家とどのような関係があったのでしょう。一通り回ってみたけど、非化石に関する記録はなかったな。あっちの方も探してみよう。Magic engraved on subrosium does not wear off easily. Some believe the stone to be the bridge between the living and the dead. However, finding subrosium is no easy matter. You need to be at the right place at the right time. Legend has it that you may find subrosium if you stand in the middle of the lake of Mount Changkang at dusk and look in the direction of the setting sun.どうやら夕方に天光山の南にある湖に行って、その中心を探せば非化石が見つかるみたいだ。よし、戻って神格にこのことを伝えよう。1年前、ここに帰ってきた時、通りすがりの商人から白い紙の仙女の物語を聞いた。まさかそれがお前のことだったとはな。俺はお前の父親と仲が良かった。だから儀式を止める機会もあっただろう。しかし、そのまま見て見ぬふりをし、重大な過ちを犯してしまった。俺は毎年ここへ花を持って帰ってくるんだ。お前たちに謝りたいという気持ちを心に抱きながらな。なぜ謝る必要がある？あの時主が凶行を止めていたとしても、きっと他の手段によって災いが降りかかっていただろう。愛する者のためならば、あの男は何でもする。その、あいつのことをまだ憎んでいるのか？それは分からぬ。我は孤独であだなす者。それゆえ、師匠の赤紐によって魂を縛られた。我の不穏な心は抑えられたが、仙人のように、挑戦とした佇まいとなってしまった。過去のことを口にしても今となっては何も感じぬ。憎む憎まない以前の問題だ。そうか、本当に苦労をしてきたんだな。新閣戻ったぞ。じゃあ俺はこれで失礼する。
お前が無事だったということを知れて俺はほっとしたよ。今度機会があったら昔のことをもっと話そう。おじさん、ありがとな。おかげで手がかりが見つかったぞ。ほら、見ろよ、神格。これに非化石の手がかりが書いてあったんだ。湖の中心に行けば見つかるみたいだぞ。そうか。ならば早速向かうとしよう。神格さん、一つご相談したいことがあります。先ほど、あなたの父親が書いた書記を村の中で見つけました。神女壁棺には、事実をねじ曲げた記載が多々あります。ですので、その内容を修正したいのです。なぜ修正する必要がある？先ほどもお話ししたように、劇とは実際に起きた出来事を改変したもの。それでも、劇の主役となった方がすぐ目の前にいるのです。その気持ちを無視することはできません。構わない。先ほど主が語った劇を我はとても気に入っている。え？己の力を人のために使えるようになった時、本当の意味で人間の社会に溶け込むことができると師匠は言っていた。それゆえ、我もいずれは劇で語られる人物のように、己を顧みず、人々を守りたい。今までこのように考えたことはなかった。この先も、同じ気持ちのままでいれるかはわからないが。いえ、ご安心ください。その気持ちがなくなることはありません。私から見て、あなたはすでに変わりつつあるように思います。ただ、それに気づくためのきっかけが必要だったのでしょう。神格、運気、おしゃべりしてないで早く出発しようぜ。じゃないと誰かに先を越されちゃうぞ。騎士団の なぜこの地を訪れた？海に潜みし脅威、それを払う策は見つかったか？行幸から聞いていないのか？幸運閣、あの一帯で何かが起ころうとしている。
先般の約束通り、仙人である我はこの件に介入しない。だが、どのような危難に見舞われるかは未知数だ。故に、我にも我の考えがある。かの地は、リーウェ港から山一つ越えたところにある。だが仮に事態を収束できずとも、我一人でこの地を守ることはできるだろう。どうだ？ああ、お前たちが見つけた素材はどちらも良質なものだ。仕上がりにも期待してもらっていいだろう。こりゃ俺も本気を出さなくちゃならんな。よっ、どうだい？そっちの収穫は。こっちはちょっとした問題があってな。実はスーリンのやつ、戦機革新を見たことないらしいんだよ。だから調査も振り出しに戻っちまった。まだしばらく時間がかかりそうだ。戦機革新の生産なら俺に任せておけ。お前さんたちは他のことをしててもらって構わない。大丈夫、そう時間はかからん。ではこちらは翔さんにお任せいたします。私たちは戦火呪符の準備をしましょう。しかし仙人に関するものとなると、どこを探せばいいのでしょうか。我が用意しよう。神格が？ああ、長年我は仙人たちの修行を受けてきた。呪符の作り方も多少心得がある。初めて会った時に言ったはずだ。我は競い合うためではなく、軍玉閣のために来たのだと。もとよりここへは戦火呪符のために来ている。行幸殿が軍玉閣を再建するという噂を師匠が耳にし、呪符のことを我に頼んだのだ。それと同時に師匠は、これを機に人間社会へと戻れとも我に言った。だが、我は俗世から離れすぎていたゆえ、いささか常識というものを忘れてしまっている。果たして、このまま人間社会に残ることが正しいのか、我にはわからぬ。だが、主らと出会えたことは、実に行幸であった。呪符については我に任せてほしい。事情をよく知らない私じゃそれが正しいかどうか判断しにくいが、それでもこうやって知り合えたのも何かの縁だ。もし辛いことや苦しいことがあったら、私の船に飲みに来るといい。ああ、感謝する。ショウ、少し場所を借りても良いだろうか。今から呪符を作ろう。ああ、構わない。それに俺も見てみたいしな。仙人の法術がどんなものなのかを。よし。
呪符は完成した。師匠が作るものと比べたらまだまだだが、出来に関しては悪くないだろう。こっちも戦機革新が完成したぞ。よし、他の人に先を越されないよう早く私に行こうぜ。早かったですね。なるほど、3人で一緒に探していたのですか。戦機革新と戦火呪符、どちらも高品質で特に問題はないようです。ではここに宣言しましょう。軍玉閣再建における素材集めの功労者は旅人さん、雲錦さん、北斗さん、この3名です。なんだって、もう終わりなのか。まだ浮上の石すら見つけられてないのに。納得いかん。はあ、頑張りましたが今一歩及ばなかったようです。では皆さんには軍玉閣へと移動してもらいます。行幸様がそちらでお待ちです。あれ、北斗がいないけど、どこ行ったんだ？さっきまでここにいたのに。北斗さんは用事があり、少し遅れるとのことです。ではこちらに。私と一緒に来てください。じゃあ、オイラたちは先に軍玉閣に行こう。最後に軍玉閣に行ったのって、もうかなり前のことだよな。戦火呪符と戦機革新を組み合わせて軍玉閣の制御盤へと取り付ける。これで軍玉閣の再建も無事終了ね。あとはつなぎ止めている縄を回収すれば空高く上昇するはずよ。みんなご苦労様。さて、約束通り報酬を与えるわ。やったぜ。雲先生がここに来た理由についてはもうすでに聞いているわ。新しい劇にふさわしい舞台を探しているのよね。はい、行幸さんのご意見を伺いたいのです。
雲先生が心を込めて準備してきた劇。きっと壮大な物語なのでしょう。なら初演は、この再建された軍玉閣で行うのはどうかしら。ここは天高く舞う楼閣。絶景を一望できるわ。風を感じながら、民衆の反応を見ることができる。ここよりも適した舞台は、他にないはずよ。陽光さん、ありがとうございます。では、劇の道具が準備でき次第、それを軍玉閣へと手配していただけますでしょうか。名演を楽しめるんだもの。これくらい、遠慮しなくていいのよ。旅人さん、神格さん、そしてパイモンさん、私はお先に失礼します。ぜひとも、劇を見に来てくださいね。あなたは？質問したいことはあるかしら。念のため言っておくけれど、あなたの兄の行方は私にもわからないわ。これに関しては聞かないようにしてちょうだい。おお、さすが行子、いつも先を読んでくるな。じゃあオイラの質問に答えてくれ。商売はあなたたちが思っているほど単純なものじゃない。経済力、人脈、流れ、木を捉えるための嗅覚、必要なものは多岐にわたるわ。もしモラを稼ぐ方法を聞きたいのであれば、約束通り答えましょう。でも今のあなたたちにはあまりおすすめできないのが正直なところね。すべて顔に書いてあるんだもの。一目見ただけでわかるわ。もちろん軍玉閣の再建を手伝ってくれたのだし、それにはちゃんと答えるから安心してちょうだい。もしモラに困ったら私が雇ってあげる。報酬については最高水準のものを用意するわ。やったぞ。今度もしモラが必要になったら行幸のとこに行けばいいんだな。オイラたちが聞きたいことはもう聞いたぞ。神格は何を聞くんだ。我もいいのか。もちろん。だってみんなで力を合わせて素材を集めたんだからな。感謝する。しかし我が聞きたいことは特に。そう、めったにない機会よ。無駄にするのはもったいないわ。もったいないことはしちゃダメだぞ。何か聞きたいことはないのか。陽光殿、我はリーユエコーに馴染めるだろうか。へえ、面白い質問ね。リーユエコーは寛容な場所よ。規則を守っていればあなたを拒むことはないわ。つまり大切なのはあなたがリーウェコーへの帰属意識を持てるかどうか。帰属意識？そう、ある場所を好きになったりそこに馴染もうとしたりするのには必ず理由があるの。その地で出会った人、経験したこと、もしくはリーウェの雰囲気が好きでその生活を気に入っているなんて理由もあるでしょう。とにかくリーウェ校に残って生活するのなら誰であろうと理由が必要よ。あなたもそれを早く見つけられるといいわね。承知した。よう、話中か。野暮用で戦隊に戻っててな、少し遅れちまった。お、ちょうど北斗の番だぞ。北斗は何を聞くんだ。あたしか。ああ、私は特に聞きたいことはないな。今回は行幸のやつに無理やり手伝わされたんだよ。これに参加したのはついでだ。行幸、この前の約束忘れるなよ。あれはかなり厄介だ。
私の船体だけじゃ対処しきれないかもしれない。心配ないわ、もう手は打ってある。傷薬の準備も万全だし、戦艦群も待機しているわ。ならいい、だが気をつけろよ、油断は禁物だ。北斗、涼子？何の話をしてるんだ？軍玉閣が空高く昇った時、自然とわかるはずよ。でも決していいことではない。初めて軍玉閣を訪れた時、私は高台の端に立ち、空からリーウェ港を眺めたわ。その時、私はいつの日かこの軍玉閣の影で七国を覆い尽くそうと考えた。今でも私の願いは変わらない。でも今回の軍玉閣の再建は私自身のためだけではないの。私が願うは、軍玉閣がこの先も永遠にリーウェ港の上空を飛び、世の繁栄と平和を見守ること。みんなも一緒にそれを見届けてちょうだい。昇空儀式、これより開始するわ。やはり現れたわね、渦の酔いバッセ。誰なんだそいつは？あのオセルの妻、渦の魔人の最後の追従者よ。今日こそ最初から知ってたのか？海洋の変化に感が鋭い北斗は以前から私に警告していた。この時期に軍玉閣を再建したのも、バッセが持つ軍玉閣への憎しみを利用し海から誘い出すためよ。それなら仙人に力を借りに行こう。その必要はないわ。今はもはや人間が統治する時代。この訪れし危機、リーウェ港の人々は自らの力で乗り越えなければならない。存在自体が周りに危険をもたらす。お前は生来そういう運命なのだ。彼女の命と引き換えにこのまま死んでくれれば。他人のため力を使いたいと思った時、
人間社会にも溶け込むことができるだろう。ヌシラ、なぜついてきた？神格一人を危険な目に遭わせるわけにはいかないだろ。そう危険なことでもない。 EU エコーの人々はこのことをすでに想定していたのだろう。かの者はすでに手負いであった。あやつは執念で持ちこたえているだけに過ぎない。我も体力を消耗したが、かような命のやりとりは我の方が得意であろう。オイラたちの力になるぞ。ミスした。次の仕事は岩王帝君のためについていきます。もう少し頑張らないと。裁きを受けよ。